イク。あ、アルト、アルトくん、しっかり。あいつら。私は奏、高校2年生。ソプラノ学園で生徒会長をしています。日本一お金持ちのソプラノ学園にはみんなお金持ちの家の子が多いんだけど、中にはそういうことを鼻にかける子もいて。あるあるあるだったら。何そのダッサい水着。え、あ、これは中学の時の水着だ。お前中学の時の水着着てんの。つか着れるとかウケるわ。全然成長してねってことだな。あ、ごめんなさい。彼らはロベリア・シフィリティカ。私とアルト君のいる S 組のカーストトップグループで、私とアルト君に何かと絡んでくるの。皆さん、プールサイドではふざけないでください。あら、生徒会長、あなたもずいぶん地味な水着ね。私のは学校指定です。というか、みんなこそちゃんと指定の水着を着てください。ここは学校ですよ。はあ、そんなダサいの着れません。もう、みんなったら。アルト君は今は陰キャオタクに偽装しているけど、実はある秘密があります。あんまりからかわれてるとその秘密がバレてしまうんじゃないかと心配です。かなで、大丈夫だから。分かった。でも何かあったらすぐに言ってね。絶対だよ。あ、生徒会長ってさ、邪魔くさくない？ああ、わかる。何かと偉そうな口聞くんだよな。この俺様にだぜ。僕ちゃんにもですよ。生徒会長だからって調子乗ってくれちゃってますよね。何かないかしら。あいつをギャフギャフ言わせてやれるような面白いこと。それならあたいにいい考えがあるよ。おりゃおりゃあれじゃウサギとカメのカメだな。おいおい、カメに失礼だろ。もう、みんなアルト君をバカにして。まあまあ、仕方ないわよ。アルトはろくに運動もしてないんでしょ。そうなんだけど。皆さん、次はバタフライ1000メートルですよ。え、そんな無茶な。ミカゴくんにキラーン。今日はプール2日目だけど、アルト君は大丈夫か。うん、今日は見学するしかないけど。アルバイト中に怪我をしてしまったアルト君、今日はプールは見学することに。一人で大丈夫？大丈夫だよ、見てるだけだし。でも生徒会長。何ですか？私と競争しない？生徒会長って運動得意なんだろ。でも今日は先生がいないから、私は監視役をしないといけないんです。はあ、エリカ様の提案が飲めないって言うんですか。ガチのやめなさい。はい。まあいいわ、生徒会長は忙しいものね。いや、エリカ様お優しい。当たり前よ。さあ行くわよ。あわい。なんか今日はずいぶん素直だな。そうだね。そこ、競技用プールでシンクロしないでください。すみません。水着のカナディタ、僕も叱って。ガン見しすぎだろ。うわ、別にカナディの濡れた髪が光るのいいなとかは思ってないし。うわ、アルトってばそんなこと思ってたの。陰キャオタクはいいけど、むっつりスケベってのはどうなの。だから俺は別に。プールサイドに。カナダ。ああ、
なんで？やだ、生徒会長ってば大胆。違う。ねえねえ、奏でたになんてこと。ガシャ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 。やめて。どうなっているんだ。あいつら、奏の水着に何かしたのか。そうか、奏の水着に切り込みを入れて水に入ったら破れるようにしていたんだ。それくらいの方がセクシーでいいわよ。ねえ。だな、生徒会長って意外と胸でけえし。あいつら、俺を突き落としたのも奏をプールに入らせるためか。アルト、奏。今行くわ。ごめんね、アルト君。足、痛いのに。二人とも大丈夫？ラム、奏を頼む。生徒会長だからって私に指図するのが悪いのよ。さすがエリカ様。怖え女。ちょっとあれ。うん。うわあ。てめえら、自分が何したか分かってるの？アルト君。そうです。あれこそがアルト君の秘密。アルト君の正体。アルト君は。中学時代に最強と恐れられた、その名も白銀の悪魔なのです。あ、アルト、あいつの正体ってまさか。嘘でしょ、あのアルトが。これはその平穏な高校生活を送るため、普段は陰キャメガネ姿をしていて誰もその姿を知らない。でも堪忍袋の尾が切れてしまうと昔の血が騒いでしまうみたいなのです。その目、その声、まさか白銀の悪魔。バカなこと言わないでよ。白銀の悪魔といえばヤクザも道を開けるって言われた伝説の死神。そんなのがこんなところにいるわけねえと思うなら確かめてみるか。やっぱり本物だ。破るくらいがセクシーなんだろ。じゃあこれも破いてやろうか。アルト君、もうやめて。私は大丈夫だから、もういいよ、ありがとう。ふう、奏が優しくてよかったな。にゃ、これが白銀の悪魔の素顔。おい、うん、いいか、これだけは言っとくぜ。てめえらが俺のことどう思うが知ったこっちゃね。ただそれに奏を巻き込むのは容赦しねえ。二度と奏に手を出すな。もし次やったら分かってるよな。もちろんです。二度と生徒会長に手は出しません。だからどうか後悔だけは。謝る相手が違うだろう。生徒会長、すみませんでした。分かりました。うん、アルト君が白銀の悪魔だということを絶対に誰にもバラさないと約束してください。もしバラしたら私の家のすべてを使ってあなた方を社会的に抹殺します。本当にすみませんでした。奏で、切れちゃったな。俺がもう少し冷静だったら。ごめんね、アルト君、迷惑かけて。それはこっちのセリフだよ。ごめんな、俺がもっとしっかりしてれば。ううん、私だってアルト君のこと守りたいから。そっか。めちゃめちゃ怒ってるからでも可愛いね。おい、デート消去っと。僕のお宝。お前も次やったら許さないからな。ごめんなさい。アルト君、足は大丈夫？え？ああ、そういえば怪我してたの忘れてた。痛くないし治ったのかな。おいおい、いい加減なやつだな。愛の力ってやつね。ちょ、そんなことは。あら、違うの？そら、その…え、何？何でもないよ。数日後、新品になったプニー。3日で修理した上に改装までしてくれるとは、さすが奏電池の力は違うな。それでいて権力を振りかざさない奏こそ本当のお嬢様ね。もう足は大丈夫みたいだね。心配かけてごめんな。私こそ助けてくれてありがとう。ん？どうかした？あ、いや、水の中だったし見えはしなかったけど、
ふわふわした奏の胸が体に当たって。どうしたの？顔真っ赤だよ。いや、その、思い出しちゃって。何を？あ、いや、奏の水着が。まさかあの時、見た？見てない！見てはいない！見て、いや、その、だって俺溺れてたし、奏の体が。あにゃーあおお、ちょ、奏さん、水中で空手技はやめてくれ！避けられない！もう、待ちなさい！待てません！何やってんだ、あの二人。いつものじゃれ合いよ。ほんと不思議な関係よね。確かに。アルト君ってどう？せっかくだし、このまま競争する？抜けないんだから。奏でたとうとう。アルト君、これからもまだまだ波乱が続きそうだけど、でも何があってもきっとアルト君は私が守ります。こんにちは、奏です。最後までご覧いただきありがとうございました。みんなは絶対守りたい相手っている？よかったらコメント欄で教えてね。あ、言うのは恥ずかしいかな。守りたい人がいる人は高評価ボタンで教えてね。これからもソプラノ漫画は100万人登録を目指して頑張るから、チャンネル登録とベルマークの通知のオンで応援よろしくお願いします。それじゃあまた次の動画で会えるの楽しみにしてるよ。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。